返して」って言われて仕返そう。どこ？いや、そういう感じで、ラップいろんなスタイルあると思うし、好みもあると思う。アナーキー別に好きじゃないっていうのももちろん OK。 アナーキーしか聞かないってやつなんでマジでダサいから。もちろん CD、 アナーキーの CD しか持ってないなんでダサくね。やばいラッパー日本中にいっぱいいるからみんな知ってるっしょ。でもね、みんなスタイルが違うの。同じことやっても面白くないってわかる？みんながいろんなスタイルでいろんなことをやってるの。そうやって表現してステージの下で俺らを応援してくれる人たちに精一杯の気持ちを歌ってるわけ。わかる？わからないこともあると思う。俺も二十歳ぐらいの時は契約社員のかっこよさわからんかったもん。でもね、考え方も変わってね、いろんなヒップホップリスペクトするようになってね、やっぱかっけえと思うようになりました。そんな気持ちでヒップホップが好きなら、ピュアな気持ちで音楽をジャッジするもんじゃないから、ヒップホップを素直な気持ちで、いろんなラップがあると思っていろんなラッパーの音楽を聴いてください。 OK？よ、そんな感じで次の曲は、俺はこれはマジで嘘じゃない。ラップで綺麗事なんて歌ってもそんなラップでもなんでもないから、俺はラップで綺麗事なんて歌いません。本当に思ってることです。次の曲は全てのラッパーにリスペクトした曲です。知ってる人たちは一緒に歌ってよ。 DJ はいつも通り15歳14歳の頃から AKI を何年やってんだ。20年前のファンピンキャンプ見た時からずっと団地のどこから夢を見てる。それがアナーキー、全員チェックしてくれ。次の曲は知ってるでしょ、ロイヤリティ。